ジャンドメニコメストは、イタリアモノーポリ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは DF。元イタリア代表。南部にある、レッチィーナ・カルチョの下部組織出身で、各年代のイタリア代表に選出された。レッチィーナでは2002年から2005年まで、中村俊介のチームメイトでもあった。2006から07シーズンには、ワルテル・マッツァーリー監督の指導の下、 左サイドのフランチェスコモデストと共にサイド攻撃を支える。その活躍が認められインテルミラノも関心を示すほどであったが、出場機会を得ることを優先したメストは、中堅クラブのウディネーゼカルチョへ移籍。ウディネーゼの攻撃サッカーを支え、ついでジェノア CFC に移籍し、着実な成長を見せていた。一方で、戦術的柔軟性に欠ける嫌いがあり、 2011から12シーズンからアルベルト・マレザーニ監督に変わった影響もあり、システムがメストが得意とする3バックから4バックに変更されたことで、出場機会がやや減少した。2012から13シーズンは、ジェノアでのリーグ戦、カップ戦1試合ずつの出場を経て、恩師マッツァーリ監督率いる SSC ナポリに移籍。2015年12月31日、 ギリシャスーパーリーグのパナシナイコス FC と2017年6月までの契約を結んだ。2017年6月、契約満了につき対談し現役を引退した。2004年アテネオリンピック代表に選出され、ダニエレ・デロッシー、アルベルト・ジェラルディーノラと共に銅メダルを獲得。イタリア代表には2005年より選出されている。ありがとうございます。